皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の博レポは六本木のスパ付き素敵ホテルと題しまして、カンデオホテルズ東京六本木をレポートさせていただきたいと思います。カンデオホテルはですね、株式会社カンデオホスピタリティマネジメントという会社が運営するホテルチェーンになっています。この会社はですね、日本法人ではあるものの、調べてみるとヘッドクォーターがシンガポールにあるので、外資系の会社のようでございます。現在ですね、国内で23棟のホテルを運営していて、彼らのポリシー、スローガンはですね、唯一無二の体験価値を届ける四つ星ホテルというのを標榜しています。博レポではですね、カンデオホテルズ上野公園っていうのをかつて紹介させていただいたことがあるんですけれども、その時はですね、残念ながら B 評価だったんですけども、あちらのホテルはですね、まあ10年以上前に建ってるっていうところもあって、まあ大浴場もなかったので、昨今のね、カンデオホテルが打ち出しているイメージとはちょっと違うものだったのかなというふうな気はしますね。カンデオっていう、そもそもこの意味はですね、ラテン語で光り輝くっていう意味を持っているらしくて、まあそういうところからもですね、割とインテリアもですね、ラグジュアリーな感じにしていたりとか、あとそのラグジュアリーの中にも日本のですね、文化っていうのをモチーフに取り入れたりとかっていう風な感じになっています。カンデオホテルズ東京六本木はですね、最寄り駅が日比谷線六本木駅になっていまして、六本木の交差点からはですね、坂を降りてすぐのところにあるので、だいたい2分ぐらいですかね。緑が、あるですね、良い雰囲気のこうエントランスみたいなのがあって、まあ全体的には16階建てなんで結構高い建物なんですけども、その中のですね、3階がフロントになっていて、実はですね、道路からも直接階段を登ってそのフロントフロアに行くこともできるようになっています。まあフロントはですね、まあ広々とした感じで、奥にはですね、まあおしゃれなソファーがあったりとか、で、その奥がですね、朝食会場のレストランになっているというふうな感じになっています。それではですね、部屋の紹介ムービーをご覧ください。思いっきり鏡になってるエレベーターの扉ですね。はい、ということで4階降りました。正面がガラスなんで、このね、六本木の街並みが見れるって素敵ですね。はい、そして今日の泊まる部屋は、おお、入り組んでますね。407号室。おお、こっちの一泊かな。本来ですね、クイーンルームを予約させていただいたんですけど、なんかキングサイズにアップグレードしてくださってたみたいですね。はい、入ってみたいと思います。はい、カード入れます。おお、なんか赤っぽいカーペットだぞ。おお、なんかパッと見すごい素敵な感じですよ。ちょっとじゃあ鏡の方からってて、もうこれで見えちゃうけどねでっかい姿見があって、その横にですね、これまた8個もハンガーが、オリジナルの木製ハンガーがあります。8個も洋服を置くってすごいね。で、右側ね、こういった形で荷物置きがあります。ここに水回りあるんですけど、まあ水回りはね、多分普通かな。この段差のあるやつって割と古いタイプが多いですよね。じゃーん。はい、リクシルさんの、洗浄機付きのトイレ、そして、ちっちゃめのですね、バスタブ、そして、丸い洗面台という感じで、鏡もちょっと大きめですね。そしてシャワーもちゃんとついております。ちなみによいしょ、トイレタリーはですね、オリジナルですかね、これね、オリジナルっぽいですね、すごいな。はい、という感じでございます。そしてシャワーも、こんな感じで普通のシャワーですね。はい、そして、こちらの方にハンドソープもオリジナルであって、ここには、丸型の洗面台があるという風な感じになっています。はい、ここにドライヤーがありますが、テスコムさんのドライヤーですね。はい、そしてじゃん、外に出まして、お部屋こんな感じで、じゃーん、なんか BGM かかってますね、緩やかに。
ああ、なるほど。入ってテレビがついてそれの音が鳴ってるんですね。なんかすごくないですか、このキングサイズのベッドも素敵だし、このね、ベッドの何家具というか、これもめちゃなんか高級感ありますよね。でね、ここまた特徴的なのは、すいません、ここはなんか土足禁止みたいになってるよねはい、スリッパあります。そして、部屋着、これもね、滑らかでね、ちゃんとセパレートのちゃんとしたやつですね。で、この左側にはですね、パナソニック社製の結構大きめのテレビがあります。そしてその奥にまたギンギラギンの台がありまして、照明付きの台がありまして、その上にこういった食器棚のようなものがあります。ここにはですね、ミネラルウォーター、それからコーヒーカップ、ガラス陶器ですね、でガラスのコップがありまして、ここにはコーヒーの、ドリップコーヒーと、この辺のアールグレーのですね、紅茶があるという感じになっています。はい、そしてここにアメニティはここに揃ってますね。ボディタオル、ヒゲ剃り、歯ブラシ、ヘアブラシ、綿というふうな綿棒ですね、コットン。で、ここに、象印のですね、電子ケトルがあります。なんとなくね、この電子ケトルだけちょっとね、白くて浮いてる感じですね。黒とかにすればよかったのにねはい、そしてここカンデオホテルのもう一つの特徴でもある小上がりのソファーでございます。ここにね、寝っ転がれますよね。しかもね、窓大きいですね。窓大きいので、ここの窓際に寝っ転がりながら、六本木の街並みを見下ろしながらお茶とか飲むと素敵かもしれないですね。 VOD は有料とか言います。こっち側にもね、ちっちゃいねソファーがあるんですよ。でね、ここ面白いのが角部屋になってるので、角のところの柱がですね、なんと鏡になっていて、狭さを、圧迫感を感じないように設計されていて、その両脇に窓があるということで、さらにこう奥行きを感じますよね。ベッド、これ幅、長さよりあるんじゃないかぐらいな、2メートル以上ありそうな感じで、玄関の方を見るとこんな感じで、上にエアコンがついてるという感じになっています。センスいい BGM と映像が流れております。はい、以上でございます。あ、以上でございますじゃない、ごめんなさい、窓を開けないとね。はい開けてみたいと思います。せーの、ドーン。おー、こんな感じで、あそこ上に登るとですね、六本木のあの大通りですね、はい、ロアビルとかあるところですね、ここが、六本木のもう一つの通りになっていまして、待ってくださいね、こっちも、同じように開けるとその右側が見えるという感じですね。まあね、綺麗なビルではないけど、まあ眺望としては十分じゃないですかね。はい、以上でございます。わ、美味しそう。朝ごはん、明日朝ごはん付きなので皆さんにご紹介したいと思います。なんかこれだけで十分紹介になってるよね、映像だけで俺が紹介するよりよっぽど綺麗な映像です本当にこんな感じなのかな。はい、明日分かりますね、これはね。はい、それではですね、カンデオホテルズ東京六本木のベッドチェックです。こちらのベッドは測ったらなんと幅が220もありました。で、長さが200ということで、幅の方が長かったですね。高さがですね、40数センチメートルということで、膝下になっているのでとっても寝やすいです。はい、では横からダイビングしたいと思いますが、その前に今日のお洋服、室内着でございます。こんな感じでですね、ちょっと光沢のあるような紺色の上下セパレートの部屋着になってます。はい、では横から行ってみたいと思います。シモンズ社製のベッドです、ちなみに。せーの、おー、この絶妙なこう弾み具合と沈み具合がすごい気持ちいいですね。もう一回行ってみます。せーの、おー、ということで、もう横に飛び込んだ方が長い。まあ、今回はですね、まあ、空きがあったからだと思うんですけども、お部屋をですね、アップグレードしていただいていまして、もともとクイーンルームだったんだけども、キングルームというところのお部屋になりました。
まあ、ベッドの高さが低くてですね、ただでさえこう視線遮るものがなくて空間が広がり持ってるのに加えまして、窓も大きくて、柱はさらにこう鏡になってるということもあってですね、まあ、全体的にやっぱり開放感があって、実際はこう18平方メートルしかないっていうのも失礼か。18平方メートルなんですけども、まあ、面積より広く感じる状況でしたね。まあ、家具自体もですね、高級感があって、まあ本当に久しぶりにあのカンデオホテルズ特有の小上がりソファーっていうのもですね、なかなか座り心地が良かったです。カンデオホテルズの特徴のもう一つがですね、大浴場っていうのがあるんですけども、で、通常あの屋上にあるんですね。なんで天空スパって呼んでることが多いんですけども、こちらのですね、六本木の方も最上階に、このお風呂があります。でこのお風呂はですね、通常の大浴場というかお風呂以外に露天風呂と、サウナがついているので、まあなかなか充実してるんじゃないかなと思いますね。サウナはちなみに男性がドライサウナで、女性の方がですね、ミストサウナになっていましたね。あといいのは、この大浴場はですね、15時、いわゆるチェックインの時間から、翌日の11時、これチェックアウトの時間なんですけども、つまりホテルに滞在している間はずーっと入浴可能になってるんですね。これがすごいなと思いましたね。あの、サウナだけ1時、ちょっと夜中の数時間は使えなくなるみたいでした。まあ、露天風呂もですね、あの、外はちょっとあんま当然見えないようになってるんですけれども、まあ、タイルがね、ブルーで、可愛かったですね。あとですね、朝食なんですけれども、こちらもあのカンデオホテルの特徴で、充実したビュッフェっていうことなんですが、このご時世なんですけども、今もビュッフェ形式でいただけるようになってます。フロントフロアにある、レストランでいただくんですけども、こちらもですね、レストラン自体はもちろん綺麗だったんだけど、まあビュッフェがね、思ったより品数が充実していたし、味も美味しかったですね。なんかいわゆる本当に模範的なホテルビュッフェっていう風な感じで、うん、久しぶりになんか、あ、こういうところで食べたなーっていう感じはありましたですね。まあ、ちなみになんですけど、ホテルの1階にはですね、高級ステーキ屋さんのエンパイアステーキハウスっていうのも入ってるんですね。まあなんで、そういった意味でもですね、なんとなくこれだけでこうホテルの格式がこう上がってるようなイメージはありました。はい。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、エグゼクティブデラックスキングというお部屋でございます。キングサイズの220センチメートル幅のシモンズ社製のベッドで食事なしの素泊まり。広さの方がですね、18平方メートル。料金の方がですね、2名で11,494円ということでございました。今回はですね、選んだポイントはカンデホテルズだったということと六本木だったというところですね。予約サイトは一級で予約をさせていただいています。お部屋の、平面図こんな感じでございます。はい、ということでですね、ベッドちょうど間ぐらいに位置にあって、その奥にソファーが窓際にソファーがあるという感じで、まあ、今回角部屋だったんですね。2方向が窓が開いてるという感じで、お部屋でございました。で、テレビの位置が、上の方にちょっとね、わかるかな、置いて、あるんですけども、まあ、ベッドに寝転がりながら見れるし、こう、ソファーに、座りながら見れるっていう感じで、この中間に置かれてるような感じでしたね。で、あと天井高も、260あるので、結構高かったですね。はい。いうところでございました。はい。雪材なんですけども、まあ、ちょっと今回着目したのはですね、ホテルの露天風呂についてなんだけど、もちろんね、外部からの視線を遮断するっていうことが、ね、重要なプライバシー確保するっていう意味で大切なのはわかるんですけども、なんとなくそのやり方がね、なんていうかな、ちょっと、荒い、くてですね、なんか景観とかが台無しになっちゃってるっていうのをよくこう目にするんですね。まあこちらのホテルはそういう意味ではまあ透明というか曇りガラスみたいにしてるんでまだちょっと見えるんですけれども、なんかね個人的に昔から思うのはなんでこれマジックミラーにしないのかなっていうの本当不思議で高いんですかねマジックミラーって。ここだとですね、男性のお風呂からは東京タワー見えるんですよ。で、女性の、露天風呂からは、なんだ、ミッドタウンじゃない、ごめんなさい。六本木ヒルズが見えるらしいんだけど、せっかくね、そこの夜景綺麗だからね、マジックミラーで見せてほしかったな、というところでございます。はい、ユッキーのレビューなんですけども、料金の方はですね、リーズナブルだと思ったんで4とさせていただいています。お部屋の方がですね、高級感のある、インテリアだったりとか、広々としたベッドもあったんで、個人的にはかなり満足度高かったんで5とさせていただきました。設備品も十分なんで4、清潔さもですね、とても綺麗でしたね。はい、なんで5とさせていただきました。お風呂の方がですね、部屋ユニットバスなんですけども、屋上に大浴場があるんで4とさせていただきました。
食事の方なんですけども、まあ充実したビュッフェですね、美味しかったんで、4とさせていただきました。サービスの方もですね、特別なサービスちょっとなかったんで3とさせていただいています。展望、眺望の方は、駅からも近くて、窓も大きくて、露天風呂もあったんで4とさせていただきました。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいていますが、残念だったところとしてはですね、まあ、強いて言えばっていうところもあるんですけど、大浴場にやっぱタオルがないっていうところと、あとですね、これたまたま僕の泊まった部屋がそうだったのかもしれないんですけども、水のパイプを流れる音がするんですよ。で、ポコ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 って、ポニョン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 みたいな、なんかポニョンになった気分になるような音が本当にずーっとしてて、夜もですね、寝る時にこの音がしてて、なんか子守歌になるんだかならないんだか、まあ結局寝つくの時間かかっちゃったんですけど、これがちょっと気になりました。はい。なんですかね、これね。はい。ということで、ユッキーの総合満足度ですが、今回 A とさせていただきました。六本木近くでですね、これだけ、設備が整った築浅のホテルっていうのは、まあ、貴重かなと思いますね。まあ、お部屋、大浴場、朝食ともにカンデオホテルズの、コンセプトが本当に忠実に再現されてるっていう風な感じがしたので、まあ、上野公園とはちょっと違うなと思いましたね。一番最初に、泊まった、隠れポでは紹介してないですけども、新橋。こちらと同じような印象でしたね。はい。なので、おすすめなんで、ぜひ行ってみていただけたらなと思います。それではまた。